男性女性での違和感っていうのは全く自分の中では感じていません、まあ、一つなんか感じているとしたらその環境面でのその適応ですね。練習時間がやっぱり違ったりだとか、まあ、人工芝での練習だったり、トレーニング時間だったり、そのウォーミングアップの部分だったり、トレーニングの長さだったり、そういったところがやっぱり海外と違う部分があるので、まあ、そういったところが唯一やっぱ大きく感じるというところなので、まあ、そこへの適応っていうのが、まあ、求められてくるのかなと思ってます。